突然の雨に対応できるアウトドアに便利な簡易防水仕様ですというふうに書いてあります。はい、どうも、百鬼にです。今回ワッツに行ってきました。今日気になった商品こちらになります。簡易防水 LED ライト、こちらワッツさんでね110円で売ってた商品になるんですけど、あまり見かけないタイプの懐中電灯の方がね一つ売ってたので試しに買ってみました。これ最近ワッツさん、キャンドゥさんあたりでよく見かける三月さんの商品ですね。まあ新しいものではないと思うんですけど、電球とか電気系のライト系のコーナー見てたら見つけたので、これは家にないなというので試しに買ってみたものですね。普通の100円のね懐中電灯かなと思ったんですけど、一応簡易的に防水がついてるということと、あとはね蓄光パーツ付きということです。だから一応ここにはあるんですけどね、突然の雨に対応できるアウトドアに便利な簡易防水仕様ですというふうに書いてあります。裏面見てみますと、防水についてというのがここに書いてありますね。本品は日常生活防水です。雨などの水滴には対応しますが、浸水には対応していません。濡れた場合は水滴を拭き取り、電池を抜いて陰干ししてくださいとなっておりまして。まあ、雨とかそういったちょっとしたね、水滴あたりには対応できる防水性能という形だと思います。一応単三電池がね別で2本必要ということですね。ということなんでね、ちょっとこれも中開けてまた見ていこうと思います。借金、現物こちらですね。一応ねこうフック下の部分がねこういう形で外れて、カラビナとかで引っ掛けたりも S 字フックに引っ掛けておいたりとか、そういうのもできる形にはなっております。でこういうライト ね中に LED が一つ、LED なのかなこれ。そうですね。LED のライトがね、中にね、よく見ると入ってて、まあ、周り、ここにね、ちょっと球体というか、ちょっと曲面になった、まあ、レンズ部分がしっかりここにありますね。形状はこういった形です。サイズ感見てみると、縦約ね、16センチ。で、こちらのね、直径がね、3.8 ぐらいかな、直径。レンズ部分が 2.3 ぐらい。後ろ側が、まあ、2.3 ぐらいかなというサイズ感になってますね。少しこのグリップ部分っていうんですかね。この部分、握る部分が8センチぐらいのグリップ部分があって、で、ライト部分がある感じですかね。サイズ感もね、そんな大きくなくて、ダイソーとかでよく見るライトよりかはちょっと大きめですね。サイズ感としては。で、電池なんですけど、これ、ここの前を外す、はい、となるとこんな形になってまして、まあ上の方がね、上が LED のライトがついている部分で、まあここに電気のね接点というか、はい、ありまして、奥がマイナス、なんか表示的にはそうですね、大きくね表示はない、なんで奥に見たらバネが見えるんで、これをまあ中へ、下をマイナスですねで入れてあげる。で、あとはもうこのね蓋をねこう閉めてあげればいいんですけど、これスイッチとかがないんですね。要はもうこの接触するかしないかだけの電池のタイプなので、ここちょっとねよくちゃんと閉まってない。これギュッと閉めると、ん？あれ？これね、よいしょ、こうかな。グッと閉めたら、ここにもあるんですけど、一応ね、閉めるとオンということで、ここに今、ライトがつきます。で、オフが、これを、消えるまでね、左に回すと、ライトが消える。で、右に回すと、つくんですけどね、なんかちょっと接触が悪いのかな、これ。まあ、ちょっとやっぱね、作りが簡素かなと。いうふうに思いますね。スイッチ型ではないので、なんかね、こう、いまいちかな、これ個体差かな。結構ね、グッと、やっぱこのタイプね、あまり好きではないですね。この閉めてオンオフっていうの。結構ね、個体差かもしれないですけど、結構これギュッて握らないと、反応しない、ライトが。簡単にね、クックっていう感じじゃなくて、結構ギュッて感じなんですよ。
で、中途半端にね、ついたりつかなかったりするんで、ね、これちょっとね、こう簡単にこう指でクックッとかいう感じではないんですよ。ギュッて握ったらつくって感じ。で、しかもあまり握りすぎても今度つかなかったりするんで、ちょっと調整が難しい気もしますね。こちらも懐中電灯こんな感じです。白色の LED ですね。一つ。これまた外でちょっと試してみようかなと思いますので、また後ほどね、そちらは確認してみようと思います。で、こうやってまたギュッとすれば、まあ、オフになるという形ですんで、どうでしょうね、これ。まあ、100円なんでね、この程度かなと思えばこの程度なんですけど、カバーも外れますね、これ。ここは樹脂製って感じです。ゴムっぽい感じ。だからまあ、ここはね、まあ、アウトドアとかでも、外に落とした時に、ちょっとその辺のこのレンズ部分の衝撃は、吸収してくれる感じにはなってますね。この先の部分。これは簡単にパッと外れます。で、一応ここ、継ぎ目のとこにね、気持ちいいゴムみたいなのがついてるんで、パッキンが。これで、多少の水は侵入防いでくれてるという作りにはなってるようです。こんな感じですね。じゃあちょっと外に出て、まあ部屋暗くしたりして、暗い中での点灯の方をね、ちょっと試してみようと思います。懐中電灯の方、外照らしてみます。はい、ライト照らすとこんな感じ。そんなにね、明るくはない。むちゃむちゃ。外照らしてるんですけど、そんなにね、ほんと近場だけって感じですね。これはまあ、その場だけを照らしてくれるかなという、そんなアイテムかなっていう感じです。で、これ蓄光素材でできてる形なので、これをね、ちょっと ぼんやりですけど、明るく光っております。まあこんな感じの商品ですね。外を照らすとこんな感じなんで、まあ、うっすら奥にね、木があるんですけど、うっすら見えるかなぐらいの程度ですね。ということで、こちらのライト。まあ、100円のライトなんでね、そこまで、高性能とかっていうわけではないです。で、あと、ま、個人的には、この、握るタイプのね、オンオフは、好きくないんですよね。本当にね、電池がちゃんとオンになったり、オフになったりしてるのか、正直、わかんないじゃないですか、こういうタイプって。実は、なんかの表紙でね、ちょっと接触してて、気づいたら電池なくなってるってことも、なんかありそうな気がするんで、このタイプ自体は好きくはないんですけど、まあ、サイズ感とかはね、悪くないかなと思いますね、大きさ的には。持ちやすいんでね。うん、で、まあ、フックもあるので、まあ、カラビナここに取り付けておいて、まあ、アウトドア用に1個、ぶら下げて、リュックとかにつけておくのも悪くないかなとは一応思いますので、これ気になる方は、こちらワッツの方で見つけたので、ワッツさん探してみてください。こちらね、三月さんの商品で、ジャンコードはこちらですね。ということで、今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。